はい、北野です。今日はですね、フリーランスがインスタグラムを使って高額商品を販売していくための具体的なインスタで発信すべき4つのポイントについて話をしていきたいと思います。クヨン動画最後まで見ていたことによって、インスタグラム具体的にどういう風な内容をね、ストーリーとか動画で発信していけばいいのかよく分かんないという人もいると思うんですよ。で、そうなった時にしっかりとお客さんにファンになってもらうっていう必要があるわけですね、商品を販売していくためには。ってなった時に、その自分のファンを作っていくためにどういう風な発信をしていけばいいのかっていう話をね、して分かると思うんで、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ではまず1個目のポイント話していくんですけど、これいわゆる共感を取れる発信ですね。いわゆるフォロワーの人たちが、あ、北野さんのその気持ちすごいわかるよとね、あ、私もそういう気持ちちょっとわかるよねっていう風に賛同してもらえるような、やっぱ共感を拾っていくっていうのが SNS の発信ですごい重要です。まあ共感マーケティングっていう言葉があるぐらいね。で、人っていうのは先ほどね、ファンになるって絶対商品買わないって言いました。で、そのファンになるためには絶対に共感っていうポイントが実は不可欠なんですよね。これ絶対覚えておいてほしくて、で、じゃあ共感してもらうために具体的にどういう内容を発信すればいいのかというと、例えばまず自分の生い立ちです。生い立ちのストーリーですね。ストーリー性のある自分の生い立ちとか、例えば僕だったらなぜ今起業しようと思ったきっかけだったりとか、ね、僕の場合は母親がきっかけだったりしたんですけど、実はこういう風な幼少期を送っていて、7歳の時に母がね、まあ、ある詐欺事件に巻き込まれてしまう。それをきっかけで僕は自分をしっかりしないといけないところで、まあ、小学校の時からもうずっと社長になりたいっていうのをずっと思ってたと。っていうのもそうですよね。自分の一個のストーリーだし、あと自分が起業しようと思ったきっかけだったりとかもそうだし、あと起業して辛かったこととかもいいと思うんですね。やっぱり自分がそういう苦しかったこととか辛かったこととか、そういったところもね、もうどんどん自己解除していた方が僕はいいと思ってて、そっちの方がやっぱり共感をしてくれるっていう話になるわけですね。で、例えばですけど、まあないと思いますけど、私は生まれた時からもう貯金10億あって、お金に一切困ったことないんですよね。で、毎日もうフェラーリで通勤してるんですよね、みたいな人がもし仮にいたとするじゃないですか。で、その配信見たところで、うんうん、わかるっていう人一人もいないわけですよ。ね、っていう話なんで、まあ、むしろ自分自身のダメダメな過去、まあ、僕もいっぱいあるわけですよ。もうポンコツだったし、もともとポンコツリーダーだったわけですよね、4年前は。その時こういう生活してたんだよねとか。でもやっぱりね、共感を取っていくためにもその素を見せるっていうところですね、すごい重要なんで、ぜひ意識してみていただくといいんじゃないかと思います。で、2つ目のポイントはですね、お役立ち情報です。これやっぱ発信していくってことですね。で、やっぱりインスタグラムっていうのは、やっぱりカタログとして、みんなはですね、あなたのアカウントをフォローしていくという形になります。で、昔だったら、まあ、雑誌とかお金を払って買ったりじゃないですか。ファッションの雑誌だったりとかもそうだし、まあ、それ以外にね、お役立ち情報、ダイエットとかの雑誌、みんなお金払って買った。でも今の時代って有益な情報がネットにゴロゴロ転がってるから、雑誌って意味は上も売れなくなってるんですね、紙媒体の雑誌って。ってなった時に、例えば今までお金を出して学んでたぐらいの有益な情報とか雑誌に書いたり、それ以上のノウハウっていうのを無料で皆さんがインスタグラム、例えばダイエットだったらダイエットとか、僕らだったら集客だったら集客って形で統一感を持って発信をしていたら、それが一個のカタログなわけですよね。だからこそ、あ、こんな有益な情報を発信しているこんなアカウントあるんだ、じゃあ見逃したくないからもう今のうちにフォローしておこうって言って、お客さんにもうフォローしせざるを得ないと思わせるぐらいに有益な情報をたくさん出していくアカウントを作れば、まあ最強なわけですよね。で、その一個一個はコンテンツになって拡散をされて、お客さんを引っ張ってきてくれる、いわゆるお客さんを引き寄せてくれるわけですよね、インスタグラムというか。それぐらい集客力のある媒体に育てることができるんで、で、ノウハウね、じゃあ具体的にどんぐらい出せばいいのかと、これ8割出して OK です。8割全然出して OK です。で、具体的に言うと、みんなですね、ノウハウ全部出したところで結局できないんですよ。例えばライズアップもノウハウバンバン出してますよ。例えば食事法とかレシピとかダイエットね、バンバン出してるけど、じゃあライズアップの LINE アット読んでる、ライズアップのブログとかインスタ見てるだけで、私10キロ落ちたんですよって、まあ、ないわけです。だから最終的にはやっぱりパートナーをつけるとか、個別でね、そのお悩みを解決していくっていうのは皆さんコンサルタントとしての仕事ですから、そういうところに価値が感じて結構商品が売れていくところになるんで、だからそのためにもまず価値を感じてあげる、まず手のひらを見せてあげる、で、体験を通じて、あ、ここのスクールはこういうノウハウなんだな、このコンサルの人はこういうノウハウを持ってんだなっていうのを先に手の内を明かしてあげないと、お客様安心して購入してもらえないんですね。なので、しっかりとこの価値ある情報を無料で出していく。3つ目のポイントはですね、これがいわゆる価値観を発信せよということになります。で、具体的に言うと、これは私が思うにこうですっていうことですね。で、例えば僕だったら、なんで大人企業専門学校をやってるのかっていう自分のその思いだったりとか、その価値観とか、あとは今の社会に対して、思うこととかも発信していってもいいと思いますね。まあ、あとは例えば皆さんがダイエットだったりとか、もしくはね、ハンドメイドとか、その自分の業界の中に対して、私は今のこの業界ってこう思うんだけど、私はこうあるべきだと思うんだよねとか、まあ、何でもいいと思いますよ。例えば私はこういう施設やつはクソだと思うとかね、浮気するやつはクソだみたいな、まあ、そういうのでも全然いいわけですよ。結局お客さんファンの人が求めてるのっていうのは、あなた自身の思いとか価値観なんですね。で、それがあなた自身の素のなって垣間見えた時に、この人の言ってること確かにすごいわかると、まあ、さっきの共感発信もありましたけど、でファンになってくれるってことがあります。で、やっぱりその、ね、価値観を発信してる人と発信してない人ではですね、やっぱりその集客の度合いとかっていうのもそうだし、やっぱファン化のスピードっていうのが全然やっぱ変わってくるわけですね。なので、まあ有名な方で言うと、やっぱホリエモンさんとかもね、大学に行くやつはバカだとかっていう話ありますけども、まあ、その持論が合ってるか間違ってるかぶっちゃけどうでもよくて、私はこうだと思うっていうのを力強く発信してる人に人はついていきたくなる。
っていうですね、習性があります。なので、ぜひね、こういった自分の価値観をね、バンバン発信していくっていうのがすごいおすすめかなというふうに思います。四つ目、ライフスタイルを見せていくということですね。これもね、自分の素を垣間見せていくっていうやり方の一つなんですけども、例えば、本当に何でもいいですよ。例えば、家族で、こういうとこ今レストラン来てますとか、家族でね、ちょっとディズニーランド行ってきましたとか、今日はカフェで仕事してますとか、今日こんだけ本読みましたとか、こんだけ私仕事しましたよとか、今日は動画編集こんだけやりました。何でもいいんですよ。そういう自分の日常とかプライベートで発信していくって今すごい重要なんですね。それがいわゆる YouTube とか今 Vlog って皆さん知ってます？めちゃめちゃ再生回数ってめちゃめちゃ増えてるわけですね。だから Vlog とかってなぜ自分の日常を動画にして発信するっていう YouTube があれだけ今ヒットしてるかっていうと、その人の日常を覗いてみたいっていうニーズがすごいあるわけですね。なので、それを実際に例えばストーリーがおすすめですね。ストーリーで自分自身の日常っていうのを本当に10秒くらいで今こういうカフェで仕事しますとか、ホテルでこういう感じでやってますとかですね。っていうのを発信していくことによって、あ、この人ってこんなにやっぱ仕事してるんだだったりとか、やっぱめちゃめちゃ勉強してるんだなっていうのもやっぱ伝わったりもするし、あとはその自分、その人自身のその日常の裏側ですね。その裏側でのプライベートっていうところに実はすごい価値があるということになりますので、ぜひね、こういったあたりもね、ざっくばらんに発信していくっていうのがすごいいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日の動画少しでも参考になったよという方は、ぜひね、高評価ボタン、チャンネル登録、また下の概要欄からぜひ LINE 登録いただいて、プレゼントもゲットしてみてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。